皆さんこんにちは、主婦レシピです。今回は手作りするめんつゆと白だしのご紹介です。だしがらを使った鰹節のふりかけや昆布と干し椎茸の煮物などご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。今回使う材料はこちらです。花かつおを使っています。あとはカットしてある昆布を使っています。めんつゆの材料です。昆布 10g、 かつお節 10g、 酒 100cc、 みりん 200cc、 醤油 200cc、 砂糖大さじ1です。少し甘めの2倍濃縮から3倍濃縮のめんつゆができます。まずそれぞれの材料を量って、小鍋にすべての材料を加えていきます。材料をすべて鍋に入れたら、中火に火をつけます。そして少し煮立ってきたら、弱火にします。そして強く煮立たせないようにしながら5分間温めていきます。この時ブクブクと煮立たせてしまうと雑味が出てしまうので気をつけてください。温めるようにしながら5分間煮出していきます。そして5分経ったら火を消して冷めるまで置いておきます。続いて白だしの材料です。昆布 10g、 かつお節 10g、 酒 300cc、 みりん150cc、 濃い口醤油大さじ1、または薄口醤油大さじ2、塩大さじ1です。作り方はめんつゆと同じです。すべての材料を小鍋に入れたら、中火で煮立たせていきます。少し煮立ってきたら火を弱火にし、煮立たせないように5分間煮出していきます。5分経ったら冷めるまで置いておきます。粗熱が取れて冷めてきたら、キッチンペーパーをざるに引きこしていきます。消毒した保存容器にめんつゆを入れて保存します。保存期間は冷蔵庫で1ヶ月です。めんつゆの出来上がりです。続いて白だしも同じようにキッチンペーパーを引いたざるでこしていきます。
ちらも消毒した保存容器に加え、冷蔵保存1ヶ月です。白だしも出来上がりました。我が家は早々とクリスマスツリーを出しました。皆さんはいつ頃出すんでしょうか。我が家はもう11月の半ばから出しているので、長く楽しみます。リアルサンタも仲間入りしました。出汁を取った後の昆布と鰹節は食べやすい大きさに切っておきます。鰹節はなるべく細かく切っておいてください。出汁がら昆布と干し椎茸の煮物を作っていきます。昆布お茶碗1杯分、干し椎茸1つかみ、水 200cc、 醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ2、砂糖大さじ2をすべて材料を小鍋に入れ、汁気がなくなるまで煮詰めていきます。昆布が柔らかくなって好みの煮詰め加減になったら出来上がりです。だしがら鰹節のふりかけを作っていきます。鰹節 20g のだしがら、醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ2、砂糖大さじ2をすべてフライパンに入れ煮詰めていきます。水分がほとんどなくなったら煎りごま大さじ1を加え、出来上がりです。だしがらは何回か分取ったものを冷凍保存しておき、まとまった時に解凍してふりかけや煮物などに使うと便利だと思います。ぜひ作ってみてください。今回作っためんつゆや白だしは2倍から3倍濃縮なので、お好みの加減に薄めてお使いください。無添加で安心のめんつゆや白だしを手作りしてみませんか？最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。